佐藤和夫動画チャンネルです。我が家の裏の両谷川のところに来ておりますが、本当に最近見たことないほど水の川の水の量が増えて、高い部分になってますね。見てこれ、台風6号の影響でこういう感じなんでしょうけども、今ニュース見たら明日もこの辺は200ミリから250ミリ降る予想が出ております。本当にこれはかなり危険な状態になっています。おそらくこのような状態に続くと、今夜は消防団に対して、夜回りの要請が来るのかなという感じがしております。本当にすごい量です。